統一地方選挙の後半戦が始まりました。今日は2日目です。今日は江戸川区の田中健さんの事務所に来ております。田中健さんは私のもうずっと長い友人でして、今回6期目の挑戦となります。田中さんの特徴はタバコは飲まず、酒も飲まず、コーヒーも飲まないという生活をされていますが、それをもうタバコは皆さんにも他の皆さんにも飲んでもらいたくないということで、公共の場所では絶対タバコを吸わないという運動を続けてきておりますが、ようやくそれが社会的には少しずつ認知をされているというところですが、まだ 100% というところまでは至りません。こうした一つの大きな政策目標を持って掲げる候補者というものにぜひ頑張っていただきたいというふうに思っております。今田中健さんは車で回っているところですので、今日はこのままお会いしないかもしれませんが、どうぞ頑張っていただきたいと思います。 YouTube で発信をいたします。終わります。田中さん頑張ってください。